好天に恵まれました。セレクションカップ決勝戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはベイスターズの先発東、マウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表タイガースの攻撃、バッターは近本。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり、バットに当たりません。三振、まず一つアウトを取りました。これはバット出ず三振です。バッターは3番佐野。ツーアウトランナーありません。打ちました。これはどうか。この回タイガース3人で攻撃を終えています。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、1番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。桑原が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インサイド落ちました。6球目は何で来るか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。フルカウントだと普通。さあ4球目は何か。高めのボール、高い打球、左中間へ。初球は何で来るか。キャッチャー送球して、ナイスセーフ、盗塁成功。これで一打先制のチャンスになります。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。攻め切ることができませんでした。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょう。インコース詰まりました。バッターボックスには指名打者の岡本、東、まずは先頭バッターを打ち取っています。三振になります。バッターは6番ビシエド。ツーアウトランナーありません。さあ外してくるのか。ライト方向を流しました。これはどうだ。打ちました。痛烈。これはどうか。バッターボックスは8番坂本。ベイスターズ連打でランナーを増やしています。ちょっと連打はインコース詰まりました。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。2回の裏になります。ベイスターズの攻撃、5番バッター牧。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。2球目打ちました。打席には6番バッター宮崎。まずはワンアウトを取っています。さあ外してくるのか。インコース詰まりました。バッターは7番に入っているオースティン。ツーアウトになっています。高め打ちました。これはどうだ。この回ベイスターズ三者凡退です。2回終わって0対0。
同点です。3回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは9番に入っている木下。ベイスターズ得点に動きはありません。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打った。バッターボックス山田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度は痛烈、これはどうか。さあ一塁には先制のランナー、バッターは佐野、そして一塁ランナーは俊足の山田。まあこういうランナーバッテリーは嫌でしょうね。本当にそうですよね。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。これでワンヒットで先制ですか。このピンチ空振り三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。3回の裏に入ります。ベイスターズの攻撃、バッターボックスは8番ソト。ベイスターズ0対0で迎える3回、変化球空振り、ワンアウトです。バッターは9番に入っている東。青柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が5球目、打ちました。打順は2番ヤマト。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか。キャッチャー送球して、ナイスボール、成功です。これで一打先制のチャンスになります。引っ張った。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終わって0対0同点です。4回に入っていきます。タイガースの攻撃、打席には4番バッター村上。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。引っ張った。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。初球を狙ってくるバッターですからね、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに。変化球空振り、素晴らしい投球を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね。ええ、インサイド。この回タイガース3人で攻撃を終えています。0対0両チームまだ無得点です。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは佐野、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ベイスターズ得点に動きはありません。引っ張った。打順は4番筒香、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。青柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスは5番牧、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。フォアボールのランナーが出ています。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。得点圏に先制のランナーを進めてしまいました。フルカウントだと普通は手を出すようなボールでしたけど、よく我慢しましたよね。本当にそうですよね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけ。インサイド打った。バッターボックスは7番オースティン、フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあベイスターズ先制のチャンスを迎えています。レフトに持っていった。ベイスターズ先に点を取りました。1対0主導権を握っていきます。さあそして打席には外が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面、
まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。打ち上げた、浅いフライ、タッチアップはどうか。外れた、押し出し、これで2点のリードに変わります。ガツンと一発狙うのベイスターズ、押し出しでさらに1点追加、2対0になりました。よく選びました東。さあ、そしてバッターボックスには桑原が入っています。さあ、チャンスが続き満塁の場面。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。右中間へ持っていった、これは大きいぞ。桑原満塁ホームラン、素晴らしい一振りでした。追加点が入りました DeNA ベイスターズ、6対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスには2番大和、今日は盗塁が1つあります。ベイスターズホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、狙いすました、素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。さあ、引き続きここもつなげていきたい場面です。ライト方向を流しました、これはどうだ。バッターは DH 佐野、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ベイスターズ、この回は打者一巡の猛攻となっています。少し球数が多くなってきたでしょうか。青柳、すでにこの回の球数が30球を超えています。赤星さん、しっかり相手に。これで2者連続のフォアボール、これで2アウト満塁、点差を開いていけるんでしょうか。打ちたいところよく残しました。ここは当然という交代でしょうか。タイガースピッチャーを変えます。満塁の場面でマウンドに上がったのはビエイラ。バッターボックス牧、前の打席ではフォアボールを選んでいます。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。打ちました、ベイスターズが突き放します。目の覚めるようなタイムリーヒット、8対0ベイスターズ、なおも三塁一塁のチャンスです。次が4球目、打ちました、この当たりはどうか。バッターボックスオースティン、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。勝負強さを発揮してくれましたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席もよく見極めました、フォアボールです。これで2アウト満塁、点差を開いていけるんでしょうか。落ち着いて、このチャンスの場面、空振り三振です。3アウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズついに均衡を破りました。4回終わって9対0ベイスターズ先制です。5回の表にゲームが進んでいきます。7番から始まるタイガースの攻撃、佐藤がバッターボックスに入ります。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、ここはタイミングを見逃し三振、ワンアウトです。8番バッター坂本、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、内野フライに打ち取られています。東、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。1・2塁間、この回タイガース三者凡退です。9対0ベイスターズ大量リードしています。これから5回の裏、ベイスターズの攻撃、バッターボックスは9番東。
先ほどの打席で押し出しのフォアボールを選んでいます。ボールがよく見えているということは状態がいいんでしょうね。そうですよね。さあ仕留められるか。これはファーストゴロ。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。5回終わって9対0、ベイスターズ大量リードしています。今日はボールが多く苦しいピッチング、球種の割合はご覧の通りです。回は6回の表に入っています。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは近本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ベイスターズ大きく点差をつけて6回を迎えています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そうですか。ストレートのフォアボールになりました。得点圏にランナーを進めています。ちょっと心配ですね。ストライク。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。さあ外してくるのか。ここは空振りで三振を取ります。まず一つアウトを取りました。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。5球目は何で来るか。打ちました、流しました。これはどうか。バッターボックスには指名打者の岡本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットで満塁としています。打ちました。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。9対0、ベイスターズ大量リードしています。6回の裏 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。佐野がバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ベイスターズ攻撃が噛み合い、打ち上げた。バッターは5番牧。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードはしてますけどこの打席もしっかり集中していってほしいですね。打ちました、浅いフライ。この回ベイスターズ三者凡退です。6回終了9対0、ベイスターズ大量リードしています。7回の表、追いかけるタイガースの攻撃。バッターボックスビシエド。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ベイスターズ大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。三振です、ワンアウトです。バッターボックスは8番坂本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。インサイド落ちました。これはどうか。打ちました、これはどうだ。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。9対0、ベイスターズ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。 DeNA ベイスターズラッキーセブンの攻撃になります。バッターは6番宮崎。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングです。打ちました。バッターは7番オースティン。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。
一、二塁間。打ち上げました。ライト下がっていく、下がっていく。バッターボックスには9番東。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。このチャンスは空振りの三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。7回終わって9対0ベイスターズ大量リードしています。8回まで来ました。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは近本。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ここは気をつけない。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の三島。近本がバッターボックスに入ります。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。打ちました。バッターは2番山田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。インコース打ちました。いい当たり、左中間に強い打球。さあどうだ。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。まず一つアウトを取りました。ワンアウト三塁二塁です。次が勝負ですね。なるほど。ここは空振りで三振を取ります。これでツーアウト。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。スリーアウトチェンジ。8回の裏 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。バッターは桑原。今日は盗塁を1つ成功させています。打ちました。これは大きい。伸びていく。打席には2番バッター山田。今日は盗塁を決めています。ビエイラ、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。バッターは DH 佐野。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待して。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。ナイスチール。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。点差があるんであまり警戒もされ。空振り三振。チャンスに打てず三振です。ツーアウトになりました。外れてフォアボール。打ちたいところよく残しました。ランナーが溜まっていきます。このチャンスの場面空振り三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって9対0ベイスターズ大量リードしています。9回の表、試合は最終回まで来ました。追いかけるタイガースの攻撃。打席には6番バッタービシエド。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。打ちました。これはどうか。
打席には7番バッター佐藤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ここでフォアボールを与えました。得点圏にランナーを進めています。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて、ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。ここは空振りで三振を取ります。まず一つアウトを取りました。初球は何から入ってくるか。打ちのボール球打っていった。これは外野へ。打順は1番に帰ります。バッター近本。ちょっと最後にチャンスを作られましたけど、しっかり締めて終わりたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。また初球、これは上がりすぎたか。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。 DeNA ベイスターズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。勝った DeNA ベイスターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も